はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアやっていこうと思います。はい、ということでね、皆さん、私の公演を見てください。なんとなんと、120万公演おいおいおい、コンガソうお前、いっ 全体どうやってその公園1日で稼いだんだって思ったでしょそうでしょねわ分かるんですよ君たちの考えっていうのはもうお金がない子は余裕がなくてね怖いでちゅねーはい落ち着いてくださいもう今日はねシーズン3最強金作ってことでですねもう迷える子羊たちにもう僕がですね最適解っていうのをねぶち込んでいこうと思いますはい えー、とりあえずですね、昨日のね、えー、戦績を見てほしい。えー、ということで、まあこんな感じでね、えー、失敗してるところはですね、うん、全部 YouTube 見てました。はい。これ全部 YouTube のせいです。えー、で、まあ成功したところ見るんですけど、これとか見てくださいよ。やばくないか、これ。478,900公演。はい。詳細見ていくと、まあこんな感じでね、ぶっこ抜いたわけですよ。はい。まあ、コントラクター2枚ね、ぶっこ抜いて、まあうまうまでしたね。うん。で、 えー、その次がですね、えー、どこかな、えー、失敗したやつかなあ違うわ、これ失敗してるやつだ、普通に。<laughs> 見ないでください。これはま23万公演か。あれ、なんかなかったかなあ、これ即時脱出か。即時脱出、見てください、これ。ええー、57万これも詳細見てみるとあ、ライオンぶち込んじゃってるわ。安全コンテナにぶっ込んでる。これは男としては情けなし。はい で、ここの即時脱出はまあ13万公演ですが、まあ、これはね、あ、弾ぶっこんでるわ。はい。っていうことでですね、皆さん、もうこれ見てわかる通りなんですけど、もうテレビ局がね、めっちゃめっちゃうまい。マジで、テレビ局っていうのはね、金作マップなんですよ、はい。僕からするとね、今回はね、えー、テレビ局をですね、金作マップとして、もうケチョンケチョンにできるね、武器を発明しましたので、えー、皆さんにね、お見せしたいと思います。それがこっちね ベクター45ですはいもうね、もう最初っからこれ映ってたんですよ。実はね、このね、ベクター45がマジで強い。はいこれ、レッグメタベクター45で、まあ、意味嫌われる存在なんですけど、ザムザム弾を使わないことによってね、まあ、ギリギリセーフかなと、まあ、ちょっとグレーゾーンではあるんですが、まあ、ギリ犯罪ぐらい。 ま、犯罪からは少し下だから、まあ、ベクター9使ってるさ、もう、きっしょいやつらと比べたら、まあ、だいぶマシかなって感じで、はい、も、ま、う、あ、ベクター45のですね、HS 弾ゴリ押しレッグメタ編成がね、めちゃめちゃ刺さります、このテレビ局では。はい、ということで、えー、こんな感じで作ってまいりましたで。これね、バレルをね、CB にして、これテレビ局やれんのかってね、思った方、やれます。はい、全然やれます。 でマズルがですね、これね、サプレッサーにした方がいいんじゃねえのかってね、思うんですけど、これサプレッサーつけるとね、えー、だいぶ重厚がですね、長くなってしまいますので、えー、ここ MB で大丈夫。はい。まあ、サプレッサーつけてもね、まあ、つけなくても結局同じなんですよ。そんな変わらん。基本ステータス、垂直75の、水平67、l 5 58の、精度が23、23。 腰ダメ安定度が7979 79腰ダメじゃなかったわ腰打ちでしたはいすいませんでした有効射程が40追加ステータススニークプラス25%移動腰ダプラス20%マガジンプラス20%ってことでですねこれはマジで強いはいもうこれ最適解ですねこの装備でね戦ってるだけでもう金っていうのはね一晩で100万公演、まあ、120万公円くらいいきますねはいもうほんとにね テレビ局っていうのは、もう、カモしかいないんでね、えー、このカモどもをね、えー、勝っていって、カモ鍋パーティー開催したいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴーはい、ということでですね、早速射撃場にやってまいりました。ちなみになんですけど、このベクターね、まあ、5万円かからないぐらいです、はい。めちゃめちゃ安いのよ。で、まあ、これね、金作としていくときはですね、まあ、僕みたいにね、えー、ゴリゴリ5層を着込んでいくんじゃなくて、 まあ、あんな感じでね、8万円ギリギリでね、えー、攻めてください、まあ。あんな感じってどんな感じかわかんないと思うんですけど、まあ、4装備ね、えー、ザブルの、まあ、このベクター4号とね、まあ、あとは何かね、えー、適当にリグとバックをね、えー、背負っていけば、まあ大丈夫かなって感じですね。はいまあ、5装備なんてもう全員カモなんでね、まあ、5層、6層とか別に関係ないからな、僕的には。で使用可能なマガジンがないって言,って言われました。はい まあ今回マガジンね、2つ持っていこうと思います。金策の時はね、えー、まあ大容量50発1つに、まあ、もともとけてるやつね、それプラス30連マガジン1個で大丈夫だと思いますね。はい、もう回復とかもね、えー、こんないい回復持っていかなくていいので、まあ、皆さんね、あの金策装備でやってみてください。8万円ギリギリゲーミングで大丈夫です。はい。で、ま安全コンテナはね、まあ、もちろんあった方がいいんですが、 まあ、なくても敵しばきゃ問題ないのでねまあ僕あのコントラクター2枚しばいて47万レイドっていう実績も出してますので、えー、このペクターマジで強い実はねまあ失敗したレイドもまあ、ご装備しばけたりしてるわけですがまあ、拾ってる最中にねまあ後ろから潜んできたまあ芋野郎にしばかれて GG みたいな感じなんでまあ実質勝ちですね本当にこの武器はねマジでテレビ局のためにね生まれてきたと言っても過言ではない まあ、室内戦しかしませんから、テレビ局っていうのは。このベクター45がね、マジで光ってる。もう4層貫通弾なんていらなかったんや。このようにね、足打ちオッツー、HS 弾でもう、ぶち56できますので。はい。まあ、あとは慎重に動けばね、えー、マジで勝てますんで、まあ皆さんね、ぜひやってみてください。はい、ということでですね、秒速5センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いします。 新海誠先生の伏線回収ありがとうございますということで、これガチでね、秒速5センチメートルでマッチングしてるんですよ。これやらせじゃないんですよね。僕のね、この YouTube チャンネルっていうのはやらせ一切なしなんで、まああの、嘘はつきません。はい、基本的には。いやでも僕、虚言癖なんでね、嘘とね、知らずに僕自身がね、嘘と思わずについてる可能性もあるので、まあ否定はできないんですが、 まあ嘘もね、優しい嘘もありますから、世の中。はい、えー、ということで、ここで沸きましたか。いや、ここで沸いたらどうしようかな。僕、まだね、テレビ局についてね、あまり理解進んでないんですよね、実は。はいここね、えーまあ、隠さずに言ってしまうんですけれども、まあ、初動ね、ガンガンね、動いてあげても全然いいんじゃないかな。まあ、ただね、しょっぱな死ぬとさ、なんかみんなに言われるんですよ。もっと見応えのある試合が見て、とか言ってね、えー、ちょっとね、文句言われますので、まあ、しっかりね、ここは、 まあ立ち回っていきたいかなって感じはするまあ、ただね、これ初動動いても全然いいんだよね。うん。むしろね、初動でなんかイモイモしてるとね、えー、だいぶまずいんで、えー、さっさと2階行きましょう。ここは2階ムービングかましたいわ。ほんとに、普通にちょ。いないよな、さすがに。これちょっと2階行きたいんですが、あれどこから行くんですか ?2 階っていうのは。ちょマジでわかってないんで、すいませんね。これマップは理解してません、まだ。 でも理解しなくてもね、全然やれるってことをね、えー、皆さんには教えておきたい。あ、これ、ブロワーととこか。これ結構高騰してますから、はい。こういう高騰アイテムを、まあ、しっかりね、まあ、銀にするっていうのはマジで大事。あ、ここで湧くんだ。なるほどね。この図書館ですか。これ図書館からですね、えー、さっさとね、オフィスに行きたいわけですよ。僕っていうのは。ここでちょっと足音とかも見つつで行きましょうか。怖いね、これね。ちょっと出れないですよね。 一回さあ、こっち側にね、ピン打っときましょうか。まあ、ちょっと行きたい方向にはピンを打つべし。これ大丈夫かこんわ。じゃ、待て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 。いるかもしれん。これ、いたら足りいな、マジで。これ、人来てるかあ、まず,まずまずまず。普通にこれスカブなんで。えー、とりあえずここはですね、一旦ジャンプかましてあげて。え、ばい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 いるかこわ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 、なんだったそいつ普通にスカブか。びっくりした。マジでビビらせんなよ。あんまりビビらせてるとさ、 ちびっちゃうじゃねえかよ。まずい。とりあえず僕はですね、えー、一番最初にね、ここに来たかったわけですよ。ここがマジでうまいの。ただこれさ、気をつけて。敵来る可能性全然あるからね、ここ。まあ、じゃいるんじゃないのいないか、さすがに。まだいないか。まだ来てないようです。で、ここがね、めちゃめちゃ美味しいの。特に、ここの棚ね。今回なかったけど、ここでね、ライオンね、すびきしました、僕。はい。普通に湧いてるんで、結構、 こ,うね、ここはね、あの見た方がいいですよ、本当に。この電子金庫だけじゃなくてね、ここの棚見てください、皆さんは。この棚ね、あさらないともったいないゲーミング。で、今の間にね、オフィス用の引き出しとか開けておきましょうか。これいつもここに来るんですよね。こっからまあ、組み立てていくことが多い。ここなんですよ、このテレビ局のね、鍵っていうのは。で、野良の方はね、えー、必ず入れるようにしてください。これちょっと電子金庫ね、分取り案件入る可能性もあるんですが、 ただこれ、ノラの方がね、やられたらさ、ま、あそこに敵がいるってことだからさ、ま、あ発見できるんですよね。芋をですね、掘り返すことができるんですよ。ノラが死ぬことによって。これマジで大事。はい。ということで、書類ケースからは、ま、あオープニングセレモニーならず。ま、あ一旦ここさ、10秒間待ちましょうか、あと。で、回復満タンなんで。で、今のうちにですね、これしっかりとマガジンをね、えー、交換しておくべし。はい。これ今回、ま、あ予備マガジン持ってきてるんでいいんですけど、 まあ、金策するときはね、こまめにね、えー、抜いて、入れて、抜いて、入れてをね、えー、繰り返しましょう。さあ、キツアーこれ絶対来るだろ。えー、キツーなよ、これ。よくわからんやつ。初めて出たわ。レザーモッド。いやー、少しま、弱いけど、ま、あいいか全然。はい。まあ、これお宝ですよね。まあ、無事に回収していきましょう。で、ま、あこの辺もね、えー、くまなく見てあげるんですが、素湧きしてることがね、結構あるんですよ。赤アイテムが。 だから本当にね、見逃せないんですよね、武器庫っていうのは。ここビデオカメラ落ちてますよとかね、結構あの指摘されるんですよ、タイムスタンプで。だからまあ、しっかりとね、その件はまあ注意しておきましょうか。これいないよな、さすがに。まだ来てないよな、多分。とりあえずセカンドシーズン入っとくか。ここで書類ケース、セカンドシーズン。さあ、振り向いてあげて、ここでですね、またもや出ず。ただ、公園、うましい。はい、700公園、しっかりとね、 こん中にぶんどっていきましょういやどうしよっかなこっから来る可能性もあるんだよなワンチャンさ、まあ、ドアカンツ狙ってあげてもいい気もするわいないよなさすがにまだいないかなここはここの中からね、まあ、来たり来なかったりするので、まあ、しっかりね、えー、扉は閉じておきましょうか怖いんでもう臭いからね蓋、えー、しとておきましょう蓋してたら臭いっていうのは漏れてこないんで皆さんそういう工夫が大事ですよこれ来るかな ここ来るんだよね、本当にね。さあ、エレベーターがなんか起動しやがった。マジで。ちょ、ここでさあ、ASMR かましておきますが。ちょ、怖い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 。足音、チッカー。これ、いるか俺の目の前。あ、いそうだよね、これね。しばきに行くか、こいつ。ちょしばきましょう。これ、来るかもしんないわ。来ないかなんか来ないかもしんない。引いたかないや、若干引いたか。3番さんが近くに寄ってきたから。 引いた可能性やあ、来てほしかったんだけどね。まあ、この辺にね、芋ってるだけで強いんだよね、もう本当に。もうテレビ局っていうのは基本的には芋なわけですよ。これ2番さん、なんかいいやつ引いたんかな。なんかその可能性あるよね。これ図書館いる可能性でかいですね。図書室か。これちょっと図書室いますよね、ここ。怖くね。え、ちょっと待って、こっち側にもいるか、もしかして。大丈夫、それ。まあ、でもこっちだよな、やっぱり。 いや、マジでこのさ、テレビ局をね、制するために必要なことはスニーク力なんですよね、本当に。スニーキングがね、まあ、できないやつから縛らかれていくんで気をつけましょう、本当に。とりあえず、ここのスカブ取っていいですか答えは聞いてね、黙ってろ。ってことで、えー、一旦まあ、この辺を回収するわけですよ。はい。この玉をね、拾わずして何を拾うっていう、このテレビ局に来たんだったら、まずはこのスカブのさ、4層貫通弾をね、ぶんどりましょうよって。っえ、べべべべべべべ、ああ 場所変えようと思ったのにふざけんなよ、マジでおい、ちょい、待ってくれよ !3 番さーんおいちょい、ヘルプミーヘルプミーヘルプミーソーリーヘルプミーナンバースリーナンバースリーオーマイガーナンバースリー,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 スリーヘルプミー !I'm fine! Help! Help me! Oh my god! Thank you! You are welcome! こういうことなんですよ、やっぱり。いや、素晴らしい。仲間を持つってことなんですよね、結局はね。ラップな危なかったアップだってどういうことしたね。えー、とりあえず僕さ、瀕死なんで。一旦これさ、巻き巻きタイムかました方がいいよな。危なし、本当に。 さあ、とりあえずですね、出血死もありますので、まずは包帯巻き巻きタイムからの回復巻き巻きタイム。危なかった、マジで。そこの車線、相当めんどくさいわ。マジでさ、これ、いるからな、図書室。ここです。図書室から撃たれました、僕。絶対芝子マジで、撃ってきていいのはさ、撃たれる覚悟のあるやつだけだぞ。舐めんじゃねえぞ。いや、今ね、僕ね、場所変えようとしたんですよ、ちょうど。そこでね、撃たれたんで、僕、正直悪くないっすね。 みんなどうせ言うんでしょ。そこで弾抜くのは甘えですよって。いや、分かってたよ、俺だって。正直ね、場所変えようと思った瞬間だからさ、まあ、どっちもどっちだよね。まあ、あの、喧嘩良性敗的な。どっちも悪いですね、今。敵も悪いし、まあ、僕も悪いっていう。はい、僕だけが悪いわけではないので、まあ、皆さん勘違いしないように、本当に。まあ、手術巻き巻きタイムね、えフォースシーズン、サードシーズン、ファイナルシーズン、ちょっと決めていきましょうか。 マジでめんどくさいじゃん、ほんと。うざっ俺の防具さ、全然傷ついてねえな。これ、レッグメタだな、あいつ。マジでクソだる案件ですね、レッグメタとか。本当にさ、許せないので。このテレビ局でね、レッグメタしてくるやつは、だいたいですね、クソゴミ陰キャの、もうチキン野郎なんで皆さん、絶対真似しないでください。もうレッグメタやってるやつは、本当にね、罪。もう罪を償ってほしいわ、マジで。 ちょ、とりあえず行くか、罪を償わせに。はい。お前が始めた物語だろって。俺を負傷させなければ君がね、狙われることはなかったんだが、って感じなんですが。ちょ、待って、どこ行った敵どこ行ったマジで。いや、図書室から絶対動いてないと思うんだよ、これ。絶対いるもんな、本当に。嫌ですよね、マジで。さっさと動いてほしいわ。こっから脱出できねえかな、マジで。もう帰りたいんですけど、普通に。 ちょ、まあ、とりあえずですね、ここで、一旦ね、さっきの続きを行いましょうか。うん、さすがにな。いや、まじで九死に一生得たわ。ありがとうな。ほんとさ、野良の方いるとね、あじ安定するんですよ。野良っていうのはね、何もね、ハイエナ集団じゃなかったってわけなんですよね、これが。お、どうしたどうしたどうしたなんかくれんかどうしたサプライズヒラーとか言って、敵のことサプライズって呼んでる系男子か。もしかして、ワンチャン。 その説もあるよね。ここにサプライズ。あ、何これ渡してくれたのパイナップージュース。ありがとうね。じゃあ、ジュースのさ、まあ、差し入れ受け取りますわ。とりあえず、糖分飲んでね、頭冷やしましょうか。やっぱ、L も言ってたんですけど、やっぱりね、頭を働かせるためには、まずは糖分が必要なんですよね。当たり前ですよね。えー、だから、しっかりとここでパイナップージュースを飲んで。 えー、僕は敵をしばきに行きます、マジで。ちょっと1枚やってさ、帰ろっか、さっさと。でもここさっさと帰れないんだよね、テレビ局って。結構ね、やっぱ時間かけないといけないマップなんですよ、実はで。それをね、皆さん気づけてないんですよね。そこもったいないです、本当に。はい。やっぱですね、ここはね、時間をかけてなんぼのマップなので、えー、たくさんね、時間をかけてあげましょう。で、まあ、最終的にさ、まあ、脱出プランとしては、まあ、条件1からね、 えー帰りたいと思うんですけれども、あ、いるか。マッシュ見つけたか、ついに。図書室もまあもちろん怖さあるんだけど、こっちもなんか怖さが出てきたっていう、ちょっと謎現象。これなんかいるか来てるかもしんない、こっち側。怖い。これもしかしたらいるゲーミングかもしんない。こっちの部屋。入り込んできてるかこれマジで大事。ここでさ、ちまちま動きしていく。これできなかったら死にますせ。 これね、絶対みんな真似してください。これで敵にね、気配をかんどられずにやれるんで。これいるかもしんないわ、ガチで。足音聞こえてんだもんな。これまずいですよ。怖いですよ。この目の前、いますせ、多分。マジでまずい。怖いよ。怖いけど行くしかないよ。これ多分バレてないよね、これ。これバレてんのかな、敵に。これわかんないんですけどね。実際バレてるかどうか。ちょ、とりあえずこうやってやっといて。 で、しっかりと覗いておきましょうか。怖わ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 。こい。いるかもしれない、マジで。あ待って、これ。普通にスカブかスカブじゃねえか。びっくりさせんだよ、マジで。ふざけんな。俺の緊張感返せ、マジで。まあ、ただ、これがですね、まあ、テレビ局なんで、はい、しょうがないですね。えー、で、僕の後ろにいるかもしれないのか、これは。来てるか、もしかして。ちょ、待って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 。この後ろ、怪しくね。これも怖くね。 とりあえず、こっちま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 やっていくわけよ。これが一番大事なのよ、これ。これできないやつから死んでいくんでね、はい。で、ここでリンかましてあげて、で、これも多分さ、スカブかなよくわかんないけど。スカブくさいね。あれスカブだよな。じゃ、一旦無視でいっか。え、びっくりした !4 番選手かよ。ビビらせんなよ、マジで。人かと思ったじゃん。ちょ、待って、私が倒したスカブをなんかぶっこ抜かれたんですけど、まあでもいっか。 俺、命救われてるしな。これはさすがにね。え、まあ文句は言えないでしょうよ。まあ一度救ってくれた身なんでね。えー、とりあえず今回は、まあ何も言わずにね。まあジじってことで。まあスカブはですね、まあ正直、誰が芝居とかあんま関係ないように思うからね、僕は。まあドッグタグっていう証拠がありませんからね。スカブは、まあ正直ね、わからないものだと僕も思ってる。あ、いるかこれは普通にスカブ。もう、スカブがさ、強すぎるんじゃわ。 マジでやめてくださいよ。ちょっと一回さ、ここね、巻き巻きタイムしておきましょう。で、まあとりあえず、まあレッグメタしてもいいし、あいつ芝ッカーまず目の前のスカブ。はい、ここで味方がね、スカブを芝いたんですけれども、どうしよっかな、マジで。いや、あのさ、図書室行かねえ、マジで。図書室やりに行きたいんだけど。ちょ、待ってくれよ。アタックかけようぜ、アタック。すいません。 アタックここかけたいんですけど、誰かやってくれますで、2番選手もうさ、帰っちゃったんだよな、エレベーターから。これ、エレベーターさ、1回やったらね、もう二度とエレベーター開きませんからね、多分。はい。これがめんどくさいですよね。さあ、とりあえずですね、僕はね、えー、こちら側の、ちょっと図書室2機をしばきに来ました。はい。いや、これさ、弱いか。ここでスニークしても意味ないか。いないもしかして。消えたかどっか行ったちょっと待って、わからん。 図書室に潜んでたら相当クソたる案件なんですけどいないかこれいなさそうだよね。ちょ待って、怖い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 。これいないかこれ多分いないよな。芋ってないよな。芋れるとこないよな、ここ。はい、じゃあクリアリングかましたので。いや、まだわからん。一応、細部まで見ておこうか。どっかで伏せてる可能性もありますからね、ここね。マジ、テレビ局って芋のさ、巣窟だからな、本当に。うーん、とりあえず、ま、ぶっこ抜くか。あ、もうぶっこ抜かれてな、これは。 まあ、ただ、ぶっこ抜かれてないパーツはないですね。はい。MPX のこのブワーチカルぐらいはもらっとこっか。まあ、こういうのもね、まあ、ぶっこ抜く。まあ、楽しみありますからね。このマップは。まあ、本当にね、まあ、ぶっこみゲーなんですよ。えー、とりあえず、エナジーズオリンコギャブノミタイムかましていきましょうか。敵あと何枚ぐらいいるんだろうな。あらんな。いや、まあ、この条件1がね、まだ押されてないので、まあ、とりあえずさ、こっちの方行くか。 臨時治療室。ちょ、今回ね、野良の方がね、珍しく全員生き残ってますので、情報取れないんだよな、普通に。本来であればね、ここ情報を取りたいところではあるんですけど、情報何もないんですよね。これちょっとまずいですよね、ほんとに。ちょ、待って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 。いるんかどこ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 はいちょっと待って。え、いるのそっち側嘘でしょどこにいるウィンガチで。マッシュがなんか敵見つけたらしい。 そこか。了解了解了解。アイスそれどうやっていくただ。ちょっと待ってくれ。回れるルートあるかちょっと待って、これないよね多分あるか。これ通路あるんじゃん。通路。通路から行こうぜ。ちょっとこの通路を使っていきましょうか。まだ早まらないでくれよ、仲間ども。俺がさ、回るまでちょっと待ってくれ。マジで。これちょっと足音バレるくさいけど、まあ大丈夫か。ギリギリね。 えー、ここでちょっと鎮痛剤、追い鎮痛かましておきます。はい。いや、ちょっと芝きたいですけどね。ちょっとツールートでやっていきたいんですよね。え、待って、その下か。下行ったんか。それはクソだる案件。ちょ、上にいてほしかったな。一回行くのちょっとさ、リスキーですよね。こっちもいそうじゃないか。この感じ。なんか、いる気がするわ。ちょ、行こっか、とりあえず。 怖い,怖い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 。そっち側のスカブはクソだるいんで、一旦無視したいんですが、じゃやめてよな、ほんとに。来ないで、スカブちゃんは。まずい、スカブが近い、スカブが。バレたくない、ここのスカブ。これ、スカブにバレたらクソだる案件入っちゃうんですよ、普通に。じゃやめてくださいね、ほんとに。頼むから。ギリギリセーフか。スカブはギリギリセーフィング。さあじゃあ、こっち側行きましょうか。今は、これ、いるな。 確実にこっち側なんかいそうなんだよね。あ、奥かさらに。奥入ってるか。これスカブかな。わかんないんだよな。人かスカブかのね。まあ、あの、足音の区別がつかないんですけど。とりあえず、向かいます。はい。スニークゲーなんだよね、本当に。このさ、テレビ局でさ、イモるなっていうのさ、不可能だよな、マジで。このマップがさ、そういうマップだからね、もうイモるようになってるんですよ、このマップっていうのは。もう、いたし方なし、本当に。 だってこの僕ですらさ、こうやってスニークでね、慎重に動いてるんですよ。これが、まあ、答えですよね、本当に。ちょ待って、これさすがに極秘の文章ではないですよね。なんか知んないけど、今音聞こえたんですが、今は。これ何防音パネルですって。ちょ待ってくださいよ。いるなこれ下にいるな待って、ここにいるわ。敵見つけたって言っとこう、とりあえず。これ絶対人だろって。 2枚いるぞ。じゃ、待て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 。一回これドアカシャリ。さあ、こっからはちょっとちまちま動きで攻めていきます、ね。これはマジで地味な作業ですよね。さあ、よくわかりませんが、来てるかもしんない。下。いや、上からあんま打ち下ろしたくないんだけど、まあでも、下から上マリコよりかはまだいいか。さあ、これ足音めっちゃめちゃ重要だからね、喋ってる場合じゃないんですよ、本来であれば。 テレビよくやるときはね、喋んないでください。喋んなかったら大体勝てるわ、本当に。で、残り10分になるところで、えー、しっかりと芝いてあげたい。ここはちょっとさ、大胆に動くか。ここ大胆に動いてあげて、こっちですよね。そこは多分大丈夫だから、このままさ、まあ、迎えに行こっか。仲間の元へ。とりあえずちょっとスニークプラス25%ってのもさ、これ相当生きてくるんじゃないの、本当に。 これ大事ですよ。ほんと、このブエクターが。マジで強い。さあ、行きますぜ。ここの扉開けてあげて。どこにいるの敵は。え、え、普通にそれさ、スカブじゃねスカブだよな。どこだよ、人。4番選手、しばかれてないでしょ、だって。何をやってるのそこでずっと、永遠に。ちょ、待って、待って、待って。はい、はい、はい、はい。さあ、やってきたぜ。どこにいるのマジで。ちょ、待てよ。ガチでどこにいるん、これ。 こん中とか、その可能性あるトイレ違うよなさすがにな。ちょ、マジで怖い、怖い、怖,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 怖い、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 怖いああ